皆様こんばんは。 LJL2021 プレーオフラウンド1マッチ2の模様をお送りしております。ゲーム4では V3 スポーツが勝利しましたが、振り返りとしてブレイクダウンなどを確認していきましょう。はい、さあこのようになりましたけれどもいかがでしょうか。いやサイドの選択権を、まあ、含めた V3 スポーツ の、 そのヘカリムと、そしてジリアンの組み合わせ、うん、非常に面白かったですね。ボットレーンのところでスレッシュジンクスでリードを取ろうとした SG も悪くはなかったんですけれども、途中途中でエース選手のアルティメットが本当に効いてましたね。さあリルさんいかがでしょうか。そうですね、やはり V3 としては、エンゲージ構成、しかもパースワークとしてもかなり早い構成だったのかなと。それに対して SHG としてはディスエンゲージ気味にハードキャリアを狙っていく構成なので、必然的にパースワークが遅くなっていく中で、やはり12分段階での、ボットでのファイトというのはパースパイクを考えたプランの中ではやってはいけなかったシーンなのかなというところはありましたね。さあ他は気になるところなどありますか。そうですね、まあ、後の展開としてはやっぱり今リルさんが言ったようにその戦ったポイント時間っていうところで、はい、まあ、決めきれなかった、でその分 V3 が有利取ったってところが大きかったのかなと思いますので、はい、まあ、そこですかね。あとはやっぱりドラフトのところで、まあ1個前のインター、はい、アナリストデスクで話したものが、まあ、結構大きく響いていたような感じがしましたね。そうですね、あとは今日の一番最初の課題の部分で、はい、話した V3 の集団戦というところで、はい、エンゲージスキルの使い方にちょっと課題が見えたよねというところが、この試合では綺麗に修正できていたなというのがあったので、そのあたりを動画見ながら振り返っていけたらなと思います。はい、お願いします。でやはりどのスキルをメインスキルにしながら何を崩しとして成長するのかというのが非常に重要なんですが、今回きっちりムージン選手をファーストで突っ込ませた、上で相手の陣形を崩して本命のレルにつなげていくというところが非常に綺麗に決まっていたんですよね。で、V3 としてはエンゲージをしての集団戦の構成、 SHE としてはディスエンゲージを生かしながらのハードキャリーの構成だったので、まあ、本当に V3 がどう集団戦の形決めていくのかというのが非常に重要な構成だった、中で、うん、きっちりと連携組み立てというのができていたなというのは大きかったと思いますね。後半になった時に、はい、そのヘカリムからではなくて、まあ、ライナからも作れる、ちょっとその相手の、まあ、ヘカリムから来るんじゃないかというところを、まあ、今日ついたようなエンゲージも相当綺麗に後半決まっていたので、そこも含めて良かったですね。なるほど。さあ続いてがもう本日最終戦となりますが、サイド選択権が SHG に移るということで、はい、こちらいかがでしょうか。そうですね、今日の試合はその一番初めの1ゲーム目以外は、まあ、全てサイドの選択権を持っている方が、まあ、勝っているという部分はありますから、はい、まあ、かなりドラフトというところ もう5ゲーム目になってくるので、もうお互い取りたいものを取らせたくないものというのは煮詰まってきてますから、はい、まあ、そこの上でどういう答えを導き出すのか、ファーストピックかなり重要になりそうな感じはしますね。そうですね、でここに来てやはり3ゲーム目を SHE が、はい、勝ち切ったというところが非常に響いてくるかなと思いますね。おそらく流れ的にはブルーサイド SHE が選んでいくと思うんですが、そんな中で V3 としてもやはりセナであったりとかリリアっていうところはレッドサイドだけど開けられないというところがあるので、やはりファーストは何かしら強力なチャンピオン、もしかするとヘカリムが開くかもしれませんし、もしくはレルのあたりが、SHE として狙っていけるのかなというところありますね。なるほど。ということで本日最終戦ですが、ドラフトから注目してご覧ください、はい、それでは参りましょう。プレイオフラウンド1マッチ2ゲーム 5V3 e スポーツ VS 福岡ソフトバンクホークスゲーミング、まもなくです。皆様こんばんは。運命のゲーム5です。 V3 がラウンド1を突破するのか、それとも福岡ソフトバンクホークスゲーミングがラウンド1を突破するのか、このゲーム5で決まります。いやーレボルさん、熱い、まずはラウンド1、そしてマッチ2でしたね。そうですね、まさかちょっとゲーム5まで行くとは予想してませんでしたが、ただ今日の SHE の内容を見ると納得の
熱戦になっていると思いますね。どちらのチームもまず内容がいい、そして V3 としても内容が悪い部分もあってもすぐ修正してくるというところも大きなポイントです。このゲーム5に向けてサイドの選択権は SHG が持っています。当然ブルーサイドを選択するという情報が我々の方にも入っていますから、このサイドの選択権まずアレバルさんどう見ますか。重要なのはセナをどうするかという点だと思いますね、うん、V3 が、まあ、番号セナに割くのか、それともセナに対してバルスを当てるというところをよりもう一度ブラッシュアップして選択するのかといったところが注目のポイントになると思いますね。ゲーム4では SHG がレッドサイド、だったんですけども、 OP チャンピオンをバンせずにこうターゲットに切り替えたっていうドラフトをちょっと見せましたよね。そうですね、そこのところはそっちまで非常にうまくいっていたとは思うんですが、やはりそのレルトリスといったところ、特にデルに最終的にはやられてしまいましたから、やはりデルへの評価はまた SHG としても上げた上でゲーム5に臨むという形になると思いますね。一方 V3 としてはああいったこうなんでしょう、ちょっとドラフトの戦略というなんで仕掛けというか、そういうところをやってくると思いますか。ゲーム4だとそのタスレス選手へのターゲット番を V3 は多めに割きましたから、その上でヘカリも取り上げてチャンピオンパワーのところを生かしていくという選択を取っていました。継続する可能性は高いかなと思いますけどね。なるほど。ただやはり重要なのはセナをどうするかが、はい、ゲーム5は一番重要なポイントになると思います。さあそのセナ、まあ、ゼニとのチャンピオンですね。コーポラルの調子もいいという点もありますからね。さあそしてタッスルにターゲットを続けていくのか、一方 V3 としてはやはりアーリーゲーム、アーリーウィンと。そうですね、特に、まあ、ミシック完成する前の少数戦のファイトで勝ったといったところはゲーム4は結構大きなポイントでもありましたから、うん、そういったところを積極的に狙っていきたいというふうには考えていると思いますね、まあ、あと改めて 11.5 のヘカリムダメですね。ちょっとパワーが突出してますし、あとジリアンとの組み合わせありきでしたねそうですね、のパワーは。そうですね、確かに。ドラゴンコーチも映っていますが、 LCK でねコーチの経験があるコーチです。それではドラフトです。ブルースサイド SHG、 レッドサイド V3 スポーツ、運命のまずはドラフトです。ファーストバンカミール、そして V3 やはりヘカリムは渡してはいけないということでバンしていきます。 SHG、 あやはりちょっとムジン選手のニダリー警戒ですね。ファーストピックの候補としてはもうここまでのところを見るとセナが空いているのであればセナ、ああセナバンしました。さあ SHG ターゲットもう一つを続けるのか、スレッシュ、おレルをちょっと欲しがっているようにも見えますね。そう見えますね。さあラストバン V3 スポーツ、レルバンでオラフかリディアか選択という形になりますかね。ウディアン選択肢もありますが、オラフです。ファーストピックオラフ、それを見て V3 スポーツはナー、ゲーム4はナーがバンされたので、ナーを取った方が勝つという選択にならなかったですけど、このシリーズ通して見るとトップレーンのナーの影響力が非常に高いですから、そこを踏まえてこのシリーズの流れを踏まえて早めにナーを抑えましたね。そしてリリア行きますか。 V3 ムージンとかなりコミュニケーション取って決めてるようですね。かなりムージンが喋っています。となるとエース選手がミッドレーンでファイタータイプのレネプトンや、まあ、はたまたガリオのようなピック考えてますかね。あ話し合ったっすね、変えましたね。リリア取らずグレーブス。となるとミッドでメイジ、オリアナ、アジール、ビクターあたりが候補になってきますね。まあ、ゲーム2でもちょっとやりたがってましたからね。そう、ただセラフィンがオープンなんです。セラフィンロックとなるとセラフィンのピックを誘導してミッドでシンドラ取りますか。さあどうするか。そしてエズリアル、まあセラフィンとエズリアル強いよという話あった通り取ってきました。ここでボットデュオとしても選択可能ですから、セラフィンがまだミッドに行くのかサポートに行くのかがまだ分からないですね。こうなるとここでシンドラをなんか出すというのもちょっと難しいと、うん、難しいですね。となると AD キャリーカイサーですか。おガリオ
まあ、でも V3 ですからミッドの可能性は高いですね。そうですね、なんかバンされるのを嫌ったような取り方ですね。ただこれセラフィーミッドに当てられると、まあ、ガリオのガンクのセットアップでのみでしかセラフィーに対して圧力はかけられないですね、そしてグレイブスは今チャンピオンパワーが特別高いわけじゃないんです。カニのクリアこそ早いものの、通常のジャングルモンスターのクリアでいうとオラフに少し負けるスピードなので、多数選手がジャングルのところで先手を取ってミッド周りのアドバンテージを握るという可能性は結構高くなってますね。さあバンフェーズ2ではやはりセラフィンサポート読みですね。 V3 はオリアナ、そしてアジロバン、一方 SHG は ADC にやはりバン制限をかけていきますね。カイサとそしてトリスターナ、オールイン系のチャンピオン消してますね。こうなると残ってる ADC は、まあ、バルス、フォークにはフォークでということでしょうか。まあ、今回であればフォークの可能性もありますし、まあ、通常の DPS ビルドにしてもおかしくはないですね、ただフォークにするんであればボットレーンでエズリに対して確実に有利作れますから、ボットのレーニングのアドバンテージを前提としたゲームメイクをしているということになりますね。さあそしてアリスター、ちょっとダメージが足りない感じにもなってますが、おお、トップ8ロックス、まあ、セラフィーンとのシナジーですね。ナー VS8 ロックスはナーがかなり有利ですが、もう集団戦にレイトゲームというのも、まあ、20分以降の集団戦に寄せたピックになりますが、あ、変えましたね、オーンです。オーンもでもナー相手かなり苦しいですね。かなり苦しいですね。さあそしてラストピック V3 スポーツ、ガリオをミッドに置くのかサポートに置くのかですが、まあ、V3 ですからやはりガリオをミッドに置いて、レオナ、ライオン選手がエンゲージチャンピオン。さあ構成です、揃いました。まあ、互いに長所と長所がはっきりしているようなドラフトになりました。 SH としては、まあ、レギュラーシーズンで非常に、まあ、パフォーマンスの良かったあミッドセラフィンプラス今大会、まあ、そのプレーオフになってからパフォーマンス上げているタス選手で、この2つを取れ、タス選手のオラフを取れたというのは非常に大きいと思いますね、気になるのはこの BO5 だとナーの存在感が圧倒的で、トップレーンのマッチアップ、ナーがユウのマッチアップが取れてますから、そしてボットレーンでもバルス・レオナだとやはりバルスが彗星を選択するのであればバルスがユウのマッチアップになってますから、サイドレーンで V3 が有利を取れているという点は非常に大きいものになると思いますね。ただまあレーニングという部分では SHG はここまで本当に勝ってますし、それにレーニングでそこまで勝たなくてもいい、なんでしょう、チャンピオンたちを揃えているというのも特徴ですよね。そうですね、ミシックプラスレジェンダリーアイテム1つ、コアアイテム2つ完成のタイミングが SHE としてはまあこうギアを入れ替えるタイミングになると思いますね、一方で V3 としては、まあ、レーンのアドバンテージからスノーボール、そしてセラフィン相手であればガリオはミッドレーンの使用権を失うと、大きく失うということはまずないですから、ミニオンウェーブを押し込んでいるレーンに対してアルティメットのプレッシャーをかけて、まあ、ダイブをする、もしくは相手をタワー下から弾き出してサイドレーンのタワーを取るといったようなレーンからのスノーボールが狙いになりますね。さあそれでは運命のゲーム5、まもなくスタートです。まであと30秒。さあ始まりました、 LJL2021 スプリングスプリットプレーオフラウンド1マッチ2ゲーム5、 V3 スポーツ VS 福岡ソフトバンクホークスゲーミングの試合スタートです。注目なのはハロー選手が彗星ではなくリーサルテンパであることですね。 AS バルスですかね。そうなりそうですね。さあ今回は違うぞと、エースバルスとなると連戦でのスノーボールへの依存度は低くなります。中盤の集団戦での DPS が、まあ、期待できますからね。V3 はかなり早めにボットレーンにワードを置きました。この真ん中にワードを置いたというのがちょっと特徴的です。このワードは大きな意味があるんですよね。そうですね、レーンのところの来ているかどうか確認できますから、履修しているか有無を確認してということができますが、
スングさんはもうワードに移っています。そして広告もブルーバフのチェックをしたことでスタート位置がほぼ確定しました。 V3 はこの情報を持っています。一方 SHG はジャングルの部分では情報を持っていません。フールウィン SNS 投票は皆様ありがとうございました。福岡ソフトバンクホークスゲーミングは 57% です。まあ今日の内容は素晴らしく高いものがありますからね。V3 スポーツは 43%。 さあファンの期待に応えられるか SHG。 ただ AI では V3 の方が若干有利だという結果が出ています。おタッスル選手が面白い回り方してます。ラプターかってレッドバックあるのではなくて、あ本当ですね、ブルーロンプというルートですね。ちょっと経験値のナーフもあったりもして3キャンプでみたいなのがあったんですけれども、これだと3キャンプではレベル3にはなりませんが、さらにはしっかりと高校選手がワードを置いたことによってこのオラフのルート分かってますから、無人選手はカウンターがジャングルできますね。この後のちょっとタッスルの動き注目したいですね。初めてこの回り方しましたから。さあ無人としてはおいしいおいしいカウンタージャングル中、タッスルは入っていきます。ラプターがあることは今確認しました。そしてレッドバフもあることを確認。無人は遠い位置です。ダッシュしっかりカバーしますね。してますね。ミッド封鎖、ただエースがこじ開けるか。レッドバフはスティール成功します。タッスル、そしてこのスカトルファイトではトップレーンで大きくミニオンを貯めているのは広告です。あ無人は無理にいかない、クルーグチェックの方を優先しました。カニのファイトのところも無理しなかったですね。これうまくやればタッスル2つスカトル取れる可能性が出てきました。いやしっかりとライナー選手がボットレーン警戒して、ああ本当ですね、カニを抑えにかかってますね。2人で抑えようとしますね。ただその分無人はスカトルの経験値というのは取れませんが、まあ、相手のジャングラーに取られるよりかはということですね。ただそのラプターからスタートしたのでラプターのポップタイムがタス選手の方が早いというところもあってファーム差が広がりますね。ああ本当ですね。さあジャングルルートちょっと確認していきましょう。これレベル3かなり珍しいんですよね、このルート。今だとかなり珍しいですね。さらにはそのラプター勝ってブルー勝ってグロンプウルフレッドクルーグでボットガンクレベル4っていったところがあるんですが、その選択でもないですからね。無人からしたらちょっと面食らって、まあ、レッドバフのカウンタージャングルに入りましたけど、クルーグ取らずに自陣に戻るっていう動きでしたからね。このファームルートだけでタス選手が純粋に2部分のアドバンテージ握ってますから。ただここはグロンプのカウンタージャングルは無人が成功させますから、まあ、1つ分ですかね、クリープ1つ分の差が、それでもタスルが有利。しかもこれクルーグ残ってまたラプター上がるんじゃないですか、クルーグ勝ってる最中。そうですね。あと面白いのはアイオニアブーツの足ではないですね、タス選手。ああ確かにピッケルからウィップファーストで買うということですかね、という形になりますね。今だとやはりそのアイオニアブーツでサマナスペルのクールダウン、スキルのクールダウンが短くなるといったところの評価が非常に高いので、そこを選択することが多いんですが、まあ、AD を上げる選択取りましたから敵を捕まえることができればワンブヨンは非常に強力ですね。さあミッド周辺での、まあ、手厚い視界の奪い合い。タスルレベル4、おっとブラストコンでドラゴンピット内触るのか、待ち構えてますね。ライナーがかなり警戒しているのでラッシュはしないようです。おやはりミッド周辺 SHG 本当に気にかけている。まあ、ここのガンクが一番怖いといえば確かに怖いですから。そうですね、ミッドガンクが一番怖いですからね。ダッシュ選手は単純にガリオとの 1V1 であれば倒される危険性が非常に低いので、むしろ怖いのは A 選手からのオールイン、そしてそこに無人選手が合わせてくるガンクのセットアップですからね。さあそしてようやくスカトル、おおそれを読んでいる、ドラゴンラッシュだ。相手のジャングル内に置いたコントロールワードにトップサイド側に効いていく無人選手が見えましたから、
その情報を生かしてのドラゴンコントロールですね。なんでしょう、タッスルのベテランらしい駆け引きです。まあそれはもう V3 としても予測してますね。トップサイドのもカンタジャングル続けてやろうと。さあこれでドラゴンコール、インファーナルドレイク獲得したのは SHG、 ネクストはマウンテンドレイク。クリップスコアのアドバンテージをタッスル選手はドラゴンに使って、その差を、まあ、無人選手に埋められてしまいましたが、ブルーバックスティールできるのであれば、あ、純粋にドラゴンのアドバンテージを取ったという形になりますね。ただグロン部分の差でまた無人が勝ちそうですが、コーポラル2マンノックアップからいいダメージを入れていくのはゼニと、ハローの体力は残り2割、フラッシングからもう一度3割ったイグナイト入った、ファーストブラッドコーポラル。いやーコーポラル素晴らしい、いや本当に素晴らしいですね。 E のスタックをレオナに当てながら貯めて、そしてクラッシュインでのオート完璧でしたね。いやそこに合わせるゼニトもですよ。ゼニトの最初、ゼニト選手のその最初の動き、コーパラ選手がダブルキューを当てたところに対して、ここでEを前に打った判断も素晴らしかったですね。ちょっとレオナが本当に横にいるので普通だと怖いと思うんですが、躊躇なく入ってきましたね。ここもハロー選手からするとまさかフラッシュインしてくるとはと、想定外でフラッシュの反応ができませんでしたか。さあ SHC 一旦リフトヘラルド、ただ V3 も警戒していますが、無人がフォーカスを受けています。フォーカスを一度切って、おお SHC5 名で取りに行きます。このリフトヘラルド、航空のメガナーも終わりました。それに対してライナーも寄ってくる、あーハローもボットレーンから寄ってくるようです。ただリフトヘラルドの体力は残り2500、アグロがただ切れそうではありますがどうするか。タスの体力残り5割、コーポラルが入った、打ち上げを空振った、そしてエースのタウント、これで1キル獲得するのは V3 e スポーツ。ただリフトヘラルドの瞳はタッスルが回収して、そしてラグナロからフラッシュアウト、1キル獲得 V3 e スポーツ、リフトヘラルド獲得 SHG です。この瞬間だとやはり1キルを取った分だけ V3 の方が有利に立っていますから、このヘラルドを獲得したタス選手がいかにしてこのヘラルドのタックルでレーンのアドバンテージを広げていくかどうかですね。いやでもあとは V3 e スポーツ、サムナースペルト有利を大きく取りましたよ。ですから基本的にはよほどヘラルド有利をうまくいかさない限りは V3 の方がこの瞬間では有利を作ったと言えると思いますね。悲しみのキャノンミニオンでしたね。さあそして無人のカウンタージャングル、まだまだ続きそうです。ウルフも取りに行けそうですね。そうですね、まあ我々は神視点で見てますからね。さすがにただ無理はしませんか、オラフのポジションが分かっていないので。エースもマナがほとんど、まあ、残ってないですからね。ミッドからトップにかけて大量に V3 スポーツのコントロールワードがありますが、まあ、これは差し直ししますよね。すると思いますね。あとエース、これブーツがちょっとなんかあの灰色になってるんですけど、あアイアンウィップ無人、アイアン、ストライドブレーカー、クイップ、いやストライドブレーカーしかないですねこのビルド2つだと。ってことですよね。ん、なぜゲイルフォースではないんだ。固めにしたいのであればモータルリマインダーという選択肢がありますけど、いややっぱ300レンジライナーの仕掛けにはしっかりアロケンシフト手前に飛ばして、ケガルドレンされたらうまく、ここはハローもバックアップ追撃できません。さらにはソーラーフレア、ここは不屈の意思で対応です。コーパラル無人のカバーが間に合います。アポメンノックアップイグナイト、カシノベがノックアップが入る、オートアタックはただできる距離ではありません。フラッシュがないんです。アパメンあればというシーンでした。さらにはこのタイミングでアルティメット使ったことによって、ドラゴンタイミングでの王のアルティメットはなさそうですね。クールダウンが間に合わないですね、ただこれボットレーンで駆け引きのところリコールタイムの駆け引きで勝ったので、ゼニト選手にゴールド入れられますね。パワープレート2枚ですね、160G、あともう1枚はこの後取れるかディナイするかですが、どうだどうだ、あー足りないギリギリ。そして何ですか、レブルさん、ライナ選手が今回はモビリティブーツですね。あ本当ですね、
ドームしたいということだと思いますね。そしてホローも、そうですね、あの脅威ではなくてライフスティールを積んでますから。実際どうなんですか、ゲイルホースとストライドブレーカー。やはり体力が伸びる分だけ、そのより攻撃的にゲイルホースの方が進められるというのは間違いないですが、 AD が足りないとか、うん、といったところがありますから、破壊力という点では落ちますよね。いやでもあのストライドが当たってる間パーセントでダメージ上がるじゃないですか。いやそのヌン、まあ、今回はカウンタージャングル等ができていてしっかりとファーム勝っていますけど、ヌンクイバーがあるとファームスピードもかなり上がりますが、まあ、ここからの、まあ、無人のプレーで証明してもらいましょうかね。そうですね。さあセカンドドラゴン触ったのは SHG、 ヘクスフラッシュでライナーポジション取りましたが、そこにはコントロールワード、ただうまく裏に入ってからのケガルド連鎖、英雄コリンズのノックアップ。さあ1キル獲得したのは V3 スポーツ、テレポートでやってきたアパメン、ただほとんど体力ありません。ハローが引き打ちしながら、そして国語も合流、2キル獲得、 V3 スポーツ、ライナーのもう一度の判定はコーポラルカバーしようとはしましたが、3キル獲得したのは V3、 ハローがまだチェイスする、メガになるぞ、メガになる、タワーダメージをもらいながらメガナを決めてもう1キル追加、この時間です獲得、 V3 スポーツ。いやしかしただトリプルキル獲得はゼニト、ゼニトにゴールドも集まります。痛み分けに近いですね、スキルがほとんどゼニト選手に入ったというのは V3 からするとかなり怖い情報だと思います。全部ですね、5-3トレードですから、リプレイです。ここで柔らかい打者の出した選手を狙えたというのは非常に大きかったですね。いやアンコールもうまく刺さってたんですね。ただハロー選手がずっとフリーだったのでオラフがすぐさま倒されてしまったと。さらにはオンのアルティメットがない、まだクールダウンでしたからね。ああ確かに、ただここよくゼニト選手カイトしきりましたね。これ倒されるのを分かっていて自らに W 打たせるような動きをコーパル選手取ったのが非常に賢い選択でしたね。それによってデニト選手にキルが集まりましたからね。一気にビルド進みましたね。今のエズリアルってどうなんですか、2コアですか3コアですか、パワー的に言うと。2コアだと思いますね。2コアエッセンスリーバー村真奈、はい、さあその2コアがに向けて今順調にビルドが進んでいますね。となんといっても対面のハローまだミシックというかワンコアできてないですからね。さあマウンテンドレイク獲得したのは V3 e スポーツ、そしてリフトヘラルド獲得は SHG、 タワープレートではイーブンとなっています。そしてオーシャンソウル、いやいいですね、クラウドはないですよ。ないですね。あゼニートにゴールド集まったのちょっと大きそうですよ、6150ゴールド。ただ一方でジャングラーのゴールド差が1300ゴールドありますから、トップレーもそうですね。ですから V3 としてはやはりその国国選手を中心としたマップコントロールを取れるとかなり、有利に立ちやすいという状況になっているのは間違いないですね。まあサイドレーンのアウター、次はトップレーンですかね、この辺りが破壊成功した時ですね、 V3 からすると。そうですね、一方で SH はやはりゼニト選手をどう生かすかというのが重要になってきますね。さあストレートブレイクか、スキルヘイスト20、移動速度も上がります。まあなんといっても アクティブ時に 60% のスロー、そしてダメージを与えて移動速度の増加と、チェイスが得意になると。こう見るとウジン選手、まあ、イモータルシールドボーよりも AD10 低いだけですし、サスティンはないものの体力上がりますから、ファイターのような動きは確かにやりやすくなりますよね、グレイブス。そうですね。
さ完成してますね。イムジン。もしくは開発中なのかもしれませんね。ソロ級で練習したら結構良かって、この何でしょう。プレーオフで実は使いたかったとかもしれないですね、うん、お、これ Kindle ジェム次何行くんですかね。ブラッククリーバーじゃないですかになりますか。バフされたアイテムたちですよ。だっていい、なんかめちゃくちゃ足速くなりますよ。そうなると追いつけないみたいな。しかもフェイズラッシュですし、ありそうですね。ストライドブレーカーのミシックボーナスも考えるとありそうですね。テロップでありますかね、ブラッククリーバーの変更したテロップが。最終的になんか60、いや40ぐらいの MS の上昇を5人全員にダメージ当たれば得られますから、テロップ情報は、ね、ないかもしれないですね。ソーラフレアど真ん中ではありません。ダッシュは避けています。いやでも見たいですね、ちょっと完成した時のムーブメント。うん、そうですね、ムジン選手ちょっと楽しみですね。普通はこういう使い方ですよね。そうなりますね。さあ現在は3000ゴールドよりを握っているのは V3 e スポーツです。ここまでの戦いと大きく違うのは、ダッシャー選手と A 選手のマッチアップのところで、その A 選手がサイドラインを押し込めるという時間が続いているという点が非常に大きいですね。でもこれダッシャーからすると押し込められて当然ですよね、マッチアップ的には。そうですね、ファッシュの声フラッシュでここはここが反応します。これで小郷選手のクラッシュを奪いましたが、オラフトオンのアルティメットがなくなりましたから、まあリコールタイミング作るためのガンクでしたかね。そういったような感じはありましたね。リソースが取れればベストかなと。ハローは、あ、イモータルシールド棒ですか。ちょっとディフェンシブなミシック選択になりました。クラーケンスレイヤーかなともちょっと思ったんですけどね。ソーラフでアーケンシフト、クレンズを使います。ゼニト、これで次のドラゴンファイトの時にゼニト選手のクレンズはないですね。そしてタッスルの仕掛け、横からコープラル、無人フラッシャーとスライドブレーカーのブリンクを使って距離を取ります。さらにはケガルの連鎖、タッスルのアルティメットが先ほど使ったのでクールダウン中。いやただドラゴンファイト前にグレイブスのアルティメット使わせましたし、 SHE 踏み込まないギリギリのいい仕掛けでしたね。もうちょっとすればアルティメット上がりますからね、 SHE は。そしてオーシャンリフトですからハニーフリッツは大量にありますからね。そうですね、こういった形で体力回復できますし、非常にいい仕掛けでしたね。無人のフラッシュが落ちているのも大きい点でしょうか。さあここがトップのアウタータワー破壊成功。ミッドの睨み合い、おすぐさまドラゴンに触りました SHG。 ゼニとのポーク睨み合いの強さというのをここから生かしていきたいようです。 SHG ライナーはそれに対してドラゴンチェック、さあ触っていることに気づきました V3 スポーツ。テレポートを使ってこのドラゴンから押し出す判断、ただスタンからラグナロクは上がっていますがフラッシュアウト、カシの呼び声、うわ、いやドラゴン獲得 V3 スポーツ、そして1キロ獲得したのは SHG。 その後の攻防ハローのダメージがとんでもないですがうまく距離を取りました。そしてコープラのスリーマンノックアップではありますが、これは時間を稼ぐ動きになっています。2キル獲得したのは V3 スポーツ。いい形で SHG としてはファイト持ち込んだようにも見えたんですが、タッツー選手がドラゴンピード内から出るようなクラッシュアウトしたのでダメージのリソースが少し足りませんでしたね。いい CC チェインだったんですけどね。そうだったんですけどね。ここでオラフのアルティメットも上がってますし、それを生かすかなと思ったんですが、ここの駆け引きのところで V3 が惑わされずにドラゴンチェックしていった判断が素晴らしかったですね。ただ A 選手アルティメットで介入してから出した選手に対してタウントを狙っていく動きが非常に良かったですね。SHG のコースあれですね、いろいろまっすぐ飛んでいきますね。そうですね、アンコール、トゥルーショット、バラージ、オノ、あとカジシの部分、なんか全部似たスキル
まあ、ですから V3 としては真正面から入らないようにするというのが重要になってきますね。一直線に並んだら大変なことになりますね。先ほどのファイトを勝ったことを生かしてドラゴンだけではなくゴールドアドバンテージも広げましたね。さあバロンもアップしていますがゼニとは現在4キル1デッド1アシスト、エクスキューショナーズコーリングをかなり早めに購入しています。さあ現在の経験値ここが現在1位14レベルダッシャーとのその差は約1レベル差、アパメンが12レベルだからトップレーンのレベル差は2レベル差ついています。ああジャングルも2レベル差ですか。ハーム差がすごいことになってますね。一気に V3 スポーツパワーも加速させている。ちょっと SHE がするとグループアップする時間が長いからということになるんでしょうか。サイドの 1V1 勝てないのでミッドレーン押し込んで動かしたいという動きにも見えますけど V3 は惑わされないですね。冷静に引くときは引いています。今度は SHE ミッドにグループアップ、ミッドのタワーを狙いに行くようです。タワーダイブも想定されますが、さあエースがトップレーンから寄ってくる。まずはタワー狙い SHG、 さあ仕掛けに行く英雄降臨からライナーの時間稼ぎ、後ろからここぐゲージはただ保っていない。コーポラルが一旦エースを弾いて汚れの連鎖、ただ不屈の意志でかなり硬いアンコールはストップウォッチで対応。さあメガゲージが溜まる、いや健康一滴で1キル獲得したのはハローです。うまいことコーポラ選手が引く時間を稼ぎながらアンコールでカウンター狙っておしたんですが、ここが届くのがメガナトメタースタン、ただゼニとすぐさまフラッシュアウトを貸しに向かえ、1人には入りましたが重要なプレイヤーには入っていない。ただそれでもゼニとがフリーだ。アーケンシフト前に出て1キル獲得、ただテレポートで来たエースがそのゼニとおしゃったな。一番ダメージを出せるプレイヤーを倒したら V3 スポーツアーパメンが壁ドン2人ノックアップを決めてはいますがダメージがやはり足りません。いやーエースがしっかりと決めました。このままバロンの獲得、ハロー選手倒されていますがタス選手も倒していますから、あバロン取れますね。さあバロンに触ります。あちょっと無理だとやはり DPS が足りませんかそのようですね。ゴクゴク選手のテレポートもなかったですね。さあリプレイです。ここのところで、まあ、ナーが遠いという判断でタワーは取れると、ここまで SH は非常に良かったと思いますね。さらにはここでアンコールを使ってカウンターをしようとしたんですが A 選手の導入が見事でしたね。でここからゼニト選手がクレンズとフラッシュがあるといったところを生かして誘ったんですが、ここ選手は倒せなかったと。すべて避けてますね。素晴らしいステップです。そしてテレポートで戻ってきた A 選手がキルを取ると。ただシャットダウンゴールドをゼニト選手が獲得したのでゼニトがダメージ出せるかどうか。そうですね、その環境を作るチャンピオンというのは揃っています。 SHG ただ V3 がそこを突破してくる。さあ下から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 囲い込むように囲い込むように、そして汚れのレンサーラグナロクで解除してタッスルが前に出ていく。タッスルバーサスハロー、タッスルバーサスハロー、ハローが勝ちます。さらにはもう1キル追加して V3 2キル獲得。 SHG としては下がっていきます。うまく無人選手がハロー選手をかわしましたね。さあこれでミッドのアウトタワー獲得は V3 スポーツ。このままドラゴンの獲得、さすがにセラフィンとエゼレが残っているというところもありますからバロンといったところは率が高いですね。ただこれを取ればオーシャンドレイクドラゴンが3つ目になりますからオーシャンソウルリーチになります。ドラゴン獲得 V3 スポーツです。 SG としてはまあ、ドラゴン取りに行っている V3 の裏をかく形でハロー選手とライナー選手を狙ったんですが、ここの V3 カバーが早かったですね。
タス選手もハロー選手を狙う動きは非常に良かったんですけどね。近づくことが SHE としてはできなかったですね。エースと広告 の, その通路の封鎖能力が高すぎますね。エズリアルとしてもあそこで無理にハロー選手の方にブリンクインしても生きて帰れる保証は全くなかったですからね。お、ブラックリーはそういえばムジン選手できてますね。あ、できましたね。ゼニット選手セリルダーできましたか。敵のプレイヤーを殴った際に、まあ、移動速度が上がるわけですけれども、ムーブメントが本当に楽しみになります。ツールショットバラジョッとラインの当たっていればというシーンでした。ゼニットのアーケンシフトが間に合う。そして無人エース2人で 2V3 という形。アンホールは無人に入った。フォーカスがバラバラだか。そうですね。そしてミッドレーンの方でも 2V3 をやっていましたが、お互いノーデッド。体力のアドバンテージを V3 取れたというところでバロンに行く判断にしてもおかしくはないですが、いやでもセラフィンですよ。王のテレポートありますね。ええ、さあリコールしてテレポート。バロンに触ったのは V3 スポーツ。あ、テレポートを見てすぐさまバロンをやめます。 V3 エースが狙っていますが、そのエースのポジションは分かっているが、フラッシング。いやー、ただコーポラルノックアップ、すぐさまゾネで対応。カジシンの呼び声で反転を狙うか。アパメン、いやここはうまく理想通りには決まりませんでした。さあそしてメガナ、下ではエースが逃げ道を封鎖している。そのエースにフォーカスですが、もう一個ストップウォッチを持っていた。さあカイトしながらゼニトがダメージを出しますが、そのゼニトにムジンが届く。ゼニトフラッシュアウト。アパメンド広告が何とかしてこう通さないようにという動きを続けていますが、ゼニトに届きました。 V3 スポーツダブルキル獲得はムジン。もうこれはもうエース選手がゾーニャとストップウォッチ2つ持ってたことを完全に生かしきった動き。いやあれ分からないですよ。テレポートで戻ってきたばかりですよね。分からないですね。あ、テレポートで戻ってないんですか。そのままただあそこでアイテムランのチェックしてというのは、あそこでコーパル選手としてはとがめに行くしかないですからね。そしてバロン取れるでしょう V3。 さあこれでバロン獲得。 V3 スポーツこの後コレクターに行くんでしょうか。無人はさあ1万ゴールド差を作りました。 V3 ここからまあバロンバフを生かして、あ、エンドゲームまで狙っていく形になりますが、リプレイです。ゾーニャ一つ目を生かす動きなのか。ここをコーバル選手本当に素晴らしい動きしてるんですけどね。さあじゃあもう一度ですから、いやこれは逃げ道作るために入らざるを得ないですね。いやなんとかでもこじ開けて下に逃げたんですけどね。ただそこをしっかりと先回りしていたムジン選手、本当に素晴らしい動きでしたね。いやちょっとムジンのダメージ3800。あれこのビルド強いのでは。そしてアンブラドグレーブ行ってましたね。ゼニともやっぱりダメージ出してます。サードアイテムアンブラドグレーブ。視界が SHG これ維持は難しくなってきます。ああ、そして剣迫チェーンソードにしましたね。ああ、ゼニットですね。はい、ミシクは完全に後回しですね。ミシクボーナス必要ないんですか。まあその判断のようですね。まあ重傷がつくアイテムですね。そしてトップのスプリットプッシュはガン無視ですね、SHG。もうオーシャンソウルの方が重要度が高いということですね。なるほど、もうインヒビター明け渡して、さあドラゴンラッシュ、これはしなければいけない状態になるでしょう。テレポートを使ってエースは合流。さあドラゴンラッシュ、ただゲージがいい状態で広告がそのドラゴンピット内に入る。さらにはエースがプレデターを使って下から入ってくる。ソーラーフレアが入って逃げ道がないぞ。 SHG どうする。ゼニトにタウントが入った。そのゼニトはアーケンシフトで逃げます。そしてドラゴンを抑えていくのは V3 スポーツ。さあ集団戦、メガナが入ってツーマンスター。
今度はここがゼニトに届きました。集団戦ノーデッド、そしてエース獲得 V3、 トリプルキル獲得はハロー。さあ運命のゲーム5は V3 の勝利で幕を閉じます。ラウンド2への進出確定させたのは V3 e スポーツとなりました。選手の表情から見ても精神をすり減る戦いだったんだなというのがちょっとよくわかりますね。いや、笑顔というよりもなんとか勝てたというような表情にも見えましたしね。あとはやはりそのゲームの、そのこのシリーズの流れを読んでなお早めに抑えたとか、あとバルツォポークではなく DPS ビルドとして使ったりだとかといったところが、そういった BO5 の戦い方が非常に V3 は非常に良かったですね。要所要所の修正が本当に早かったですね。一方で SH としても序盤のゲームの動かし方とかいったところは非常に良かったんですが、まあ、無人選手の、まあ、ファームを差を作る動きといったところをとどめることもできませんでしたし、あとはちょっと気になったのはオンのアルティメットがないときにドラゴン触ってエンゲージされてしまった。結果的にゼニット選手に3キロ集まったものの、V3 にエースを取られてしまったといったところの、こういったところのクールダウンの把握といったところはチーム全体でできていなかったのもちょっと、まあ、一つ敗因につながったポイントかなと思いましたね。もしあそこでアルティメットがあればみたいな、また展開が違ったと思いますね。ハッスルのアルティメットもなかったですからね。そういったところでドラゴンファイトへの準備という点で V3 の方が、まあ、非常に良かったなという感じがしましたね。いや、もうここはタツ選手はスティール狙うしかないですからね。まあそうですね。ブレイブスのこのビルド本当に強いかもしれないですね。いや、めちゃくちゃダメージ出てませんか。ポジションの移動が本当に簡単なので、300レンジやっぱりダメなんですよ、ストライドブレーカー。そうですね。あ、そして最後は、まあ、本日のずっと素晴らしいプレーを続けた高校部がね、幕を閉じたというよりかは無人のオートアタックで幕を閉じてますね。あとは V3 は本当にその集団戦 の、 そのドラゴンファイトのところが、まあ、全て素晴らしかったですね。途中、スニークでタス選手がドラゴン取ろうとしている中でも、そこをすぐさまいち早く警戒しているライナー選手がチェック入って、そこのタイミングでのファイトに勝てたというのがゲームの流れを大きく変えたポイントでもあったと思いますし、ドラゴンへの警戒、ドラゴンコントロールを取るというところが非常に素晴らしかったですね。ゼニトのスノーボールがこう始まるか始まらないかの、まあ、ドラゴンファイトでしたからね。そしてその結果無人、そして、まあ、全プレイヤーですかね、 V3 の全プレイヤーがスノーボールが始まったということになってましたから。いや、あとバルス、やっぱり DPS の方が、まあ、ビルドもちょっとこれね、ハロー面白いんですけど、ブラッドサースター積んだりイモータルシールド棒積んだりということで、なんかカリスタのようなビルドをしてフォーカス受けるようなビルドしてるのも特徴的ですけど、オラフに飛び込まれることを想定した上でのインボタルシールドボールが本当に効いてましたから、そのビルドの選択もハマってましたし、やはり V3 としてはハロー選手が DPS チャンピオンの方が集団戦安定するなという感じは、まあ、このシリーズを通して強く印象を受けましたね。まあ、その方がなんか無人も動きやすそうでしたね。さあ、それでは勝利した V3 e スポーツより、国王選手、そしてエース選手のインタビューがございます。下月さん、お願いいたします。はい、こちらには V3 e スポーツからエース選手、国王選手にお越しいただきました。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。まずは5戦に及ぶ熱い戦い勝利しましたが、いかがでしたか。まずはエース選手、お願いいたします。そうですね、とりあえず結構危なかった試合だったんですけど、とりあえず BO5 で勝てて本当に嬉しいですね、今は。
ありがとうございます。コクコク選手お願いいたします。そうですね、まあ、結構用意してたピックがうまく刺さらなくて、ちょっと、まあ、焦っててどうしようっていう考えが結構強かったんですけど、まあ、結果的に3人で勝てて良かったと思ってます。ありがとうございます。プレーオフ前にこう V3 スポーツ結構連敗が続いてた中でのこうプレーオフ初戦だったと思うんですけども、今日試合前にこう不安だったりとかはありましたか？いかがでしたか？不安はなかったんですけど、まあ、その練習があんまうまくいってなかったりして、まあそのまあ、みんなでちゃんとやろうって決めて今日は挑みましたね。そうなんですね。ありがとうございます。コクコク選手いかがでしたか？僕も同じで、今週のスクリームが、まあ、結果がめちゃくちゃ悪くって、ちょっとまあ僕自身はかなり不安だったんですけど、チームのみんなだったり、まあ、コーチだったりが、いや今日は絶対勝てるよって言ってくれてたので、まあ、自信持って挑もうって思いました。なるほど、ありがとうございます。それでは勝さんお願いいたします。はい、それではまず A 選手から聞いていきたいんですけれども、まあ、フルゲーム5戦目にもつれ込んだわけですが、まあ、そういう試合の前非常に重要だと思うんですが、5戦目の前チームでどんなことを話してから試合に入りましたか？まあ、笑っても泣いても最後の試合だから、あのまあ得意なピックだったりとか、その自信あるチャンピオンをまあとりあえずやろうみたいな話でみんなして、うん、まあもうやりきろうみたいな感じで言いましたね。どうでしょう、BO5 だからこそドラフトもかなり5戦目なども煮詰まってきて、お互いに重要なものっていうのは分かってきていたと思うんですけど、はい、なんかこうこれは絶対に番だとか、これを取りたいとか、そういう話ってありました？まあ、ありまあ、結構そのバンピックも5戦目になると結構勝負って言われて、その相手がもうこうしてくると思うからこうやろうみたいな感じで結構話し合いましたね。もうなるほど、なるほど。その中でそのゲームの実際のプレーなんですけれども、かなり印象的だったのが、その A 選手があのゾーニャを2回使って相手を引きつけたプレーがあったと思うんですが、あれもう2個準備してた段階から、なんかこういうプレーを狙ってやろうみたいな何かあったんでしょうか？まあ、いつも僕ガリオでそのゾーニャを2個買うやつ結構やってるんですけど、まあ、そのアグロ引くからそっちでうまくやってって言いながら、まあ勝手に入ってますね。なんかこうやっぱり2個を持つと、なんかゴールド的にもやっぱりある程度支払うことになるじゃないですか。なんかそこってどういうふうに考えてるんですか？その大事な集団戦の前に結構2個買うことが多くて、そのここ勝ったらもう次から絶対勝てるなって思うときに結構購入したりして、その絶対にその勝てる集団戦にまあできるように意識はしてますね。あのシーンはそういうところもチームに事前に共有してたんですかね？あ、結構してましたね。もうずっとゾーニャ2個ある2個あるって言いながらプレーしてましたね。あ、なるほど、ありがとうございます。続いて広告選手聞いていきたいんですが、今回トップの対決がかなり試合にも影響を及ぼしていたと思います。なおかつアパメン選手とはもともと師弟関係っていうところもあったと思うんですが、お互いなんかこう特別なマッチアップみたいな意識してた部分ってありましたか？そうですね、まあ、僕自身はそこまでその師弟関係っていうわけじゃなくて、ただ単に仲が良くて昔から、うん、まあ、そういう冗談を言い合える仲だったんで、別にアポメン選手だから絶対に勝ちたいとか、まあ、そういう気持ちは特にはなかったですね。はい、ただどうです、実際トップそしてヘラルドの周りの争いがかなりあの重要な試合になってたと思うんですけれども、そこでこう BO5 やっていくごとにコーチからなんかフィードバックがあったりとか、自分たちはこうしていこうみたいな戦略っていうのはあったりしましたか？そうですね、と結構ナーに対してウルゴットとトリスターナっていう、まあ、ポケットピックを用意したんですけど、どっちもアポメン選手のナーにうまくさばかれてしまって、で僕がナーやった試合が結構パフォーマンスが良かったので、うん、そしたら早めにナーを取って、まあ、主導権取ってプレーしようっていう感じで、そしたらうまくいったって感じです。最後こう印象的だったのが、そのリバー近くでそのエズリアルの捕まえ方、ストライドブレーカーを使ってフリングを切らせてからみたいなところあったと思うんですが、やっぱりこう相手のキャリーを捕まえに行く、まあ、それを自分がやるんだみたいな、なんか決めてたりとか狙ってたりっていうのはあったんですか？そうですね、結構メガナーのタイミング時間って長くって、集団戦の間でどうしてもやっぱりディーラー、相手のディーラーからしたらその踏み込んでしまうタイミングってあるので、しっかりそこを見て、まあ、入れたら入るって感じで決めてましたね。なるほど。じゃこれ最後にお二人に両方聞いていきたいんですけど、相手のオーンとセラフィンという非常に強力な集団戦のアルティメットがあったと思うんですが、そこのさばきが今回非常に綺麗だったなと思うんですが、なんかこう決めてたこととか気をつけたことってあったんでしょうか？ A 選手か。とりあえずその、まあ、集団戦入る前にその気をつけてって言って、
でその1回そのオーンのウルトとかセラフィンのウルトが来たら1回バックみたいな、その1回そのオールインはしないでみたいな感じでちゃんとコミュニケーションは取ってましたね。保護選手はどうでしたか？そうですね、相手が絶対アリスターか毎回エンゲージしてきてたので、まあ、アリスターからゆっくり殴っていって、まあ、相手が甘えたポジション取った時に深く行こうっていう感じでうまくコミュニケーション取れてました。やはり強力なアルティメだからこそ、まあ、最重要を経過してっていうことだったんですね。ありがとうございます。ありがとうございます。それでは最後にお二人にちょっと聞きたいことがあるんですけども、エルジュール早くも来週1位2位対決が行われるんですけども、二人の勝利予想をお聞きしてもよろしいですか？まずはエース選手。僕は、まあ、DFM が勝つんじゃないかなと思いますね。何かこう理由ありますか？やっぱ強いですからね、FM は。だから僕は FM だと思ってます。ありがとうございます。小室選手いかがですか？そうです、もう僕も両チームとも強いと思うんですけど、まあ、RJ に勝ってほしいかなっていう気持ちが僕はすごい強いですね。このお二人の予想も踏まえて来週も楽しみですね。ありがとうございます。それでは最後に応援してくださったファンの皆さんに一言お願いいたします。エース選手お願いいたします。そうですね、前にタイブレークで負けてしまった戦後ゲーミングとの BO5 なのに絶対負けないように頑張るので応援よろしくお願いします。ありがとうございます。エリカブ選手お願いいたします。2週間と間が練習する時間があるので、また、まあ、気さくというか面白いピックをして、まあ、楽しんで、全国戦挑みたいなと思います。応援よろしくお願いします。ありがとうございました。 V3 スポーツから S 選手、国国選手のインタビューでした。それでは武人さんにお返しいたします。はい、メアちゃんありがとうございます。さあそれでは改めて先ほどの試合を振り返ってみていかがでしたか？そうですね、はい、構成の相性的にも、うん、ゼニット選手に通行相手ができた段階で結構 SHG 有利なのかなと思ったんですが、はい、V3 の本当に集団戦での戦い方、うん、一気に入ってしまうとカウンターが入るというところで、はい、結構かなり駆け引きがうまくて、やっぱりエース選手のこのあたりは本当に今経験だったりだとかっていうところが光ったのかなっていうようなゲームでしたね。はい、今 SHG 負けてはしまいましたが、シーズンの終わり方としてはそこまで悪くなかったですよね。そうですね、本当に序盤がやはりあまり調子が悪かっただけに、はい、この形で終われたというのは、まあ、来シーズンにも、うん、まあ、いい形でつながってくるかなと思いますね。うん、もうある程度仕上がった状態で来シーズン望める可能性が高いってことですね。形はもうだいぶ見えてきましたからね。あとはもうどうクオリティを上げていくかっていう段階に入ってますよね。はいはい、うん、来シーズンご期待くださいということでございます。さあそして気になるキャスター陣の勝敗予想ですが、なんとイエガーさんがドンピシャで当てました。すごいです。3-2というところまで当てて単独で1位に出たんじゃないですか、うん、これで。そうですね、5ポイントですよね。そうなんですよ、まあ、こちらは、ね、公式ツイッターの方確認くださいということで、プレーオフも継続して勝利予想を行っていくので、ぜひそちらもご注目ください。さあ本日の試合はですね、 V3 e スポーツが勝利しましたので、一度プレーオフの対戦の組み合わせについて確認してまいりましょう。このようになりましたということで、さあ本日勝利した V3 e スポーツはラウンド2のマッチ2への進出が決定し、4月4日の戦国ゲーミングとの対戦となるということで、さあこちらのマッチアップいかがでしょうか？ DFMRJ に関しては、まあ、とにかく DFMRJ のボットレーンを止めないと話にならないと、はい、いうところで、シーズンの後半も試していた、まあ、現選手を起用して真っ向勝負を挑んでいくのか、はい、もしくはミッド中心にアリア選手からゲーム全体に影響を及ぼしていくのかっていう部分で、まあ、一応2つ選択肢があるというところが注目点になってくるかなと思いますね。はい、対して RJ も、ボットサイドからのゲームメイクというのが、まあ、基本的な勝ち筋にはなってくるんですが、はい、ただやはりバンピックであったり準備してくる戦略というのも、はい、非常に多彩なチームでもあるので、うん、まあ、準備期間が長かっただけにどういうカードを、披露してくれるのかというのは楽しみですね。なるほど。さあそして本日勝利した V3 e スポーツはラウンド2マッチ2への進出が決定し、4月4日に戦国ゲーミングと対戦ということで、こちらは戦国ゲーミングが、まあ、とにかく調子が上がってきているチーム、はい、で明確にこのチームをボットサイドゲームをしてくるという中で、うん、V3 やはり前回トップサイドゲームで対抗はしたんですが、はい、ちょっと構成的に中盤以降のところで、ひっくり返されてしまうようなリスクの高い構成を取ったというところもあったので、
そのあたり修正しながら、まあ、また2週間近くここも期間が空くことになるので、はいはいはい、まあ、どれだけカードをまた増やしていくのかっていうところが楽しみですよね。なるほど、その辺のところ皆さんお楽しみにということで、さあそれでは最後に1点お知らせがございます。3月19日に LJL×AU のスペシャルムービーの特設サイトが開設されました。さあ特設サイトと LJL の公式ツイッターで LJL に出場する各チームの選手と実況解説の合計10名を対象としたドラフトクイズの動画を順次公開しております。ドラフトクイズとはパーソナルな部分に迫ったクイズを出題し選手が回答するショートムービーとなっておりますので、ファンにはたまらないコンテンツに仕上がっておりますということで、こちら面白いですからね。やっぱり普段なかなか見られない選手のなんか素の姿だったりだとか、はい、というところが見れるのがやっぱ面白いなっていうところですよね。ぜひこちらね見てください。またですね LJL2021 スプリングスプリットのラウンド3とファイナルの観戦チケットと選手のサイン入りポストカードが当たるプレミアム観戦チケットキャンペーンも同時開催しておりますのでお楽しみにということで、詳しくは特設サイトと LJL 公式ツイッターからご確認くださいということで、皆様本日もご視聴ありがとうございました。次回は3月27日に行われるプレーオフラウンド2マッチ1デトネーションフォーカスミー VS ラスカルジェスターでお会いいたしましょう。皆様本日も長時間ありがとうございました。さようなら。さようなら。取りましたが、そこにはコントロールワード、ただうまく裏に入ってからのケガルド連鎖 AU コインゼロノックアップ。さあ1キル獲得したのは V3 スポーツテレポートでやってきたアパメン、ただほとんど体力ありません。ハローが引き打ちしながら、そして国軍も合流、2キル獲得 V3 スポーツ。ライナーのもう一度判定はコーポラルカバーしようとはしましたが、3キル獲得したのは V3、 ハローがまだチェイスする。メガになるぞ、メガになる。タワーダメージをもらいながらメガなく見て、もう1キル追加、この時間です。獲得 V3 スポーツ。テレポートを使ってこのドラゴンから押し出す判断、ただスタンからラグナロクは上がっていますがフラッシュアウト、カジシの呼び声。うわ、いやドラゴン獲得 V3 スポーツ、そして1キル獲得したのは SH、 その後の攻防ハローのダメージがとんでもないですがうまく距離を取りました。そしてコープラのスリーマンノックアップではありますが、これは時間を稼ぐ部分になっています。届くのか、メガナ届いた、スタン、ただゼニーとすぐさまフラッシュアウトを勝ち抜くべ、1人には入りましたが重要なプレイヤーには入っていない、ただそれでもゼニートがフリーだ。アーケンシフト前に出て1キル獲得、ただテレポートで来たエースがそのゼニート、シャッタラーン、一番ダメージを出せるプレイヤーを倒したら V3 スポーツ、アーパメンが壁の2人ノックアップを決めてはいますがダメージがやはり足りません。いやーエースがしっかりと決めました。いやここはうまく理想通りには決まりませんでした。さあそしてメガナ下ではエースが逃げ道を封鎖している、そのエースにフォーカスですが、もう1個ストップウォッチを持っていた。さあ回答しながらゼニートがダメージを出しますが、そのゼニートに無人が届く、ゼニートフラッシュアウト、アパメンド広告がなんとかしてこう通さないようにという動きを続けていますが、ゼニートに届きました。 V3 スポーツダブルキル獲得は無人。ゲージがいい状態で広告がそのドラゴンピット内に入る、さらにエースがプレデターを使って下から入ってくる、ソーラーフレアが入って逃げ道がないぞ、 SH どうする、ゼニートにタウントがいた、そのゼニートはアーケンシフトで逃げます。そしてドラゴンを抑えていくのは V3 スポーツ。さあ集団戦、メガナが入ってツーマンスター、今度は広告がゼニートに届きました。集団戦ノーデッド、そしてエース獲得 V3、 トリプルキル獲得はハロー。さあ運命のゲーム5は V3 の勝利で幕を閉じます。ラウンド2への進出確定させたのは V3 スポーツとなりました。